3、2、1、ゴーシュート。3、2、1、ゴーシュート。おおほほほほ。これすごいな。3、2、1、ゴーシュート。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 3、2、1、ゴーシュート。おお。これはちょっと面白いぞ。3、2、1、ゴーシュート。すごい。よし、これならトミカシステムいける。こんにちは。ジョージ石原です。以前にチャケさんとトミカシステムのコースを作ってベイブレードを走らせて遊んでみたのですが、こんなコースができました。こちらがジョージ石原のベイブレードで、こちらがチャケさんのベイブレードになります。いきますよ。3、2、1、ゴーシュ。今回はもう少し本格的なコースを作ってやってみたいと思います。では行きます。こんなコースができました。では簡単にコースを見ていきます。こちらからスタートいたしまして、ずずっと下っていきます。そしてカーブになります。こちらを下っていきますとミニジャンプ台になります。こちらが最初の難関ですかね。そしてこちらを下っていきまして、こちらです。こちらの三段スロープになります。そしてこちらでゴールになります。果たして無事にたどり着くことができるでしょうか。それではテストでこちらの86を走らせてみます。3、2、1、ゴーシュート。果たしてこのコースをベイブレードで走ることができるのでしょうか。もちろん使うのはワイルドワイバーン VO です。では行きます。すいません、忘れてました。ベイブレードがバーストしたら怖いので、しないようにテープで止めておきます。こうすればおそらくバーストしないと思います。では行きます。3、2、1、ゴーシュート。はい、いかがだったでしょうか。今回はベイブレードをトミカシステムで走らせて遊んでみました。ありがとうございました。もっと難しいコースもいけるんでしょうね。